さあやっていきましょう、ハララグナ対松さんのバング。さあ今度の秋葉予選ではなんと僕たちのチームに松さんが入ってくれるということで、秋葉予選のチームメイト同士の戦い。さあ天井は 2B で返していく。さあ原さんは前1回やったのかな、確か2回か1回やって、確かに結構負け越してるこの組み合わせ。マーシーヘルズバング、これでゲージを回収。さあ低タタクはガード。さあガントレットアデスも4で素晴らしい、アシュラで返していく。さあしかし位置は入れ替えられないので、ユリユリは読んでいた、ちゃんと裏回り対応して昇竜拳。さあ対空潰しの A。さあディークギガちゃんに負けちゃって、さあガンドルターです立っている、投げは抜けです。スローカウンターで一本取っていくのは原さん。さあジャンシーからあと右足バースを使っていく、裏回って壁番、壁番して画面端維持からタッチ、これバースあとエクギ当たって、さあエクギ当たってしまうとダウンが取られて、そこからバングのペースになってしまう。今の6秒は多分ダッシュタッチビーモレ。さあその隙を逃さずしっかり勝負をものにしていく。さあお互いバースト5分手裏剣スペシャル、あれの対空潰しが当たるとね、当たらないとね結構でかいです。あっ俺は4枚コンに持っていく。さあここでバスト、ここでバスト切りになったら多分最初にバスト切った方が良かった。四隅から投げ抜ける、タージミ 2B が届かず、ピクギ巻いて、さああと1個当てれば釘なんか関係ねえと、釘をバンバンばらまいていく。さあシールが溜まったので、あとはブラッドガイからガントレットハーデス、ログ D、ベレレッジ降りてきて、ログ B がここでバースト相手。さあこれはバンバッパッパーン。さあラグラも下手に手を出すとこれの暗転でね動いていたから、あ 2D、 あとはお互い信じての選択肢、昇竜拳をね、ま原さん側も多分なんか何かしら移動とかで、ね技を振ってくるかって読みで勝利権を出したんですが、それをさらに読んでの 2D。 まずは1本目松さん、まあね今の読まれでもまあバーストあったんでまあいいかなっていう思い切った選択肢。さあ出しまーパーシパン、ああタシパンが刺さったのね。直が要所要所直がして相手をビビらしていく。さあ今のは 2C を直がしてコパンでカマン取っていく。大天部タシパン拾って青いけどジャニシード落としていく。ビクギで空中に視線を反らせるっていう、あれはジャンプ逃げ防止なんですが、原さんしゃがみっぱだった、そのせいでね6ビア当たっちゃって。さあブラッドカインなんですが、これは削りではなく普通に A が当たった感じ。さあこれは壁板しない、さあ今の釘が出ないんだ、大釘当たって毒更新。さあ空中損傷のフェイダル、これはそんなに伸びないがまさいて、しかしもう虫の息まだあるよ。馴染み拾って素晴らしい、インフェルノディワイダーでゲージやね、体力回収、あバースト抱え死に。あこれで2本目ちょっと早かったね。そうマッサンとね戦ってるとね負けるとき一瞬ですからね本当に。
マッサンと戦ってると、ああもう負けたみたいな、ほんと一瞬でね、体力が溶けていく。ごめんね、ごめんね、カーソルがね。あ、ナシマンでサワリング、なるほどね。あー、ユニオリカウンターヒットするとまずいよ、ハラ君。あと、バスト読んでか、それとも釘はあんま使いたくないのか。4枚コン、いけないのかな、いけないのかな、なんか補正きつそうだよね、いけなさそう。ああ、そうかな。まあね、風林火山が決まっちゃうと本当結構ゲーム決まったからね。6ミリ当たっている、素晴らしい。ああ、6で当たっちゃって、これはゲージ開かない。あ、ゲージ開かないじゃねえ、ゲージねえわ。あとスローカウンターでベリアレッジ、ロークビー、2、4、ダーチジーからインフェルノディバイダーから、アシュラを読んでバックダッシュで戻ってくる。これはおとなしく死んでおく。うわ、原さんっていうね。原さん一歩取って、あとジャーンシー、あれなんかめくり判定みたいなのがちょっとだけあって、あれに当たるとパッてなる。さあ、クギやって、あとあの尾崎龍は勝利権で、あーっと立ち見出ていたが、このゲームの通常は2フレまでならバリガでキャンセルできる。あと尾崎龍ガードレターですわ、ガードできていたんですが、その後のラピキャン下段がガードできず、ここでバスト吐いて前転はコンパネガル。さあ、下段ガード、しかしそう、この釘のぐちゃぐちゃが怖い。さあ、総称弾まで出し切ってジャンシー、釘を決め、さあ2メロのディバイダー割り切っていく。ああ、この体力で毒をつけられると結構厳しい。2メロのディバイダーでとりあえず中央ダウンを取っていく。キーパー、これは、ああ、なるほどね、ああ、あーしか言えてない。しかもなるほどねっつって、別にそれほどなるほど納得してない。さあ、空投げ、素晴らしい切り返して一本取り返していく。朝まで金馬でとりあえず体力リードだったんですが、安全なね、勝利を欲しかった。あとあそこでね、まあ勝てそうな時に金馬打てるっていうのは結構素晴らしいと思う。俺だったらまだバーストあるしっつって、そう、使いたくないっつってバースト使わずに置き攻め通してバースト読まれて死亡みたいな、そういうのが多いんでね、ああいう金馬の使い方できる人は本当にすごいと思う。さあ、タージーミスっちゃって、タージーの硬直は長い。あのバーストを吐いて、とりあえずシールはつけさせたくない。ダウンを取る。あの前線が5番で取られてデリシャスブルー、カネジーシザでダメージとダウンを、かあ、これはとりあえずガードして相手のゲージを吐かせる。ジャニシーから、表の下段、これは壁番するんで、あ、いや、あの、あー、なるほど、ジャンプに4での空投げ。さあ、やばい、やばいよ、原くん、いいように追われてる。原くんまた 5-0 つけられちゃう。大丈夫、もう分かった、もう分かった。さあ、原くんが50弾を量産していく。50円玉の両替機で手数料とか取られたらガッポガッポっすよ。でもなんか銀行こそさ、両替手数料取られない、すごい数の両替するとなんか金額発生するよね、確か。あれね、銀行せこいよな。アード中断は暴れで、なんかこう銀行ね、銀行、あー、ロークシーガード、ユリオリ表だったが、表だったが、俺がその後の何も繋がらず中断になっちゃって、これはロークシー2段目が届かないんでヘルズファングでごまかしていって、その後欲張ってタクをかけに行ったんですけどね、ジャンプで逃げられて
エルズファング追加はアシュラで割られる。ジャニシーあら連覇なしをどんどん勝っていく。あのフェイダルが間に合わず、さすがに嘘。低空層ショーダー意外と反撃、あっさあゲージ湧いて殺しきりに行く原さんは、あっあっさあ運が悪くて原さんが死んでしまった。高山が低空層ショーダー、あれ当たるとねフェイダルとか言うと結構痛いことになっちゃうんで。デッドスパイク、おーベリアレッジ、まだ終わりじゃねえぞと。さあ 6B 今度当たってしまう。あれ今の届いたんじゃね。さあ逃げてくるやって、とりあえずシール1枚と中央ダウン、ユリオリ当たっちゃう。これはまずいよ原くん。さあここでバースト。さあしかしどっかで1回崩れちゃり、ガードポイント当たっちゃうぞ。あーこれはバンバン言うまでもなく、タジミアシュラ、なんでダメだったんですかと。まさに聞きに行くか、松さんが多分そのシーンをちょっと分かってない。動画で見返すとね分かると思う。動画撮ってるから、動画撮ってるから、動画で何がいけなかったのかっていうとっていう、そうそうそう、あーこれがいけなかったんだなみたいな。さあロチャさんが強くて文字合い台で練習している。さあ原さんがこれで勝たないと 5-0、 最終ラウンドですよこれ。原とは一体何だったのか。あと、相打ちオッケー。エルズファング追加が出なかったのか、ちょっと欲張ったのかわからないが、さあ、これは、総ショーダーを直下すれば、マイナス7でカカンと。邪魔なんだよ。さあ、エルズファング。さあ逃げ場はないでござるよ。は投げで返して、とりあえずガ、あガード。さあジャンヤクータイクからこれが痛い。あてかもう死んじゃう。あれで3000ぐらい飛びますからね。ファックユー。まあ、白面も大概。さあこれがやりたかった。開幕から低空総称だフェイダル。さあ番号としてノリノリに攻めていく。さあエクギマイク持ちたい。あ、マウス、あ、ごめんね、マウスが邪魔だった、すいませんでした、申し訳ありません。さあ、崩れちゃってこれはジャンリシーでダウン取って、受け身が出っ放し。ああと今の裏回りだと思ったんだけどね。あ、バネに負けてしまう。大噴火。さあ、ああいううちで毒が消える。ダッシュマン、下段から固めていく。触ってダメだったら逃げていくと。ジャンシー、さあ下段もしっかりガード。さあ空想ショーダーがホワイ中段ガード、ロークリーからガントレタです。これは追撃ができる。 D 勝利で落として、あとエルズ6人立っていて、その後の中段もしっかり立っている。6人からジャンシーかぶせて固め継続、ダッシュパンからスローリジェクトミス、6人タイグからバースト読んで、これはまだバンクの体力なら死なないはず。デッドスパイク邪魔なんだよ。三振ヘルズファングから、あー最後は新勝利。さあこれで原さん何とか 4-1 でね折り返した。じゃあ原くんと